時間銀河ドラマ。はい撮りました。はい、こんばんは。はい、こんにちは。スペカンでございます。スピンロッツです。お前普通に喋んねや、もぐもぐ言いながら喋ろよ。レベルもぐらいつって、もう食べ終わっちゃうんで、もぐもぐ、もう萌え系トラックメーカーはもうあれだからね、返上だから。もぐもぐトラックメーカーだからね、常になんか食べてるって、ね、うん、飯食いながらじゃなきゃできねえのかっていうね。うん、大丈夫、食べ終わったから。ちょっと今日は日替わりジャベリンで、俺今日ストームで行くから。ストームで、うん、じゃあなんだっけ、じゃあ結城さんがまあうまいからあれか、もうじゃあもう一番難しい、もうグランドマスターとかで、うん、グランドマスターだっけ、グランドマスター、なんか難易度、うんうん、それでやるしかないかな。すげえな、ね、あでやか、うん、俺のジャベリンの色がめっちゃあでやかな、うん、あでやかなんやで、うん、マジあでやか、なんかマッキーとかの黄色で塗ったみたいな色してんだ、蛍光黄色で塗ったみたいな。今私あのクズ男の話聞かなあかん感じになってるから。え、ああ、え、あ、なんだこれ、夜明けの3倍の脅威を完了し、うん、かつなんだよ設計って、よめんどくせえな。夜明けの盾をなんか、うん、エメラルドアビスまたは3倍の脅威を完了しだって。エメラルドアビス、テイルズみたいだな、うん、テイルズみたい。なんでテイルズみたい、アビスってあったでしょ。なんだっけそれ、テイルズオブ、うん、なんだっけ、なんかアビスなかったでしたっけ、あんま覚えてないけど。テイルズオブアビス。テイルズオブテイルズオブテイルズオブジ？わからん。テイルズオブジアビス？テイルズオブアビス？テイルズ知らん。テイルズオブオア？オア？あ？ちょっと、あの、うん、ちょっとあれね、あのちょっとボリュームをちょっと下げるね。はい。ちょっと大きめに喋って。あ！まあいいよ、いいね、いいじゃん。こんな声普段から出ない。こんにちは。今から出撃って何ですか？怖い。怖い。出撃。あの出撃っていうのは戦争ですか？怖い。戦争っていうのは人と人が殺し合うってことですよね。怖い。戦争。人が死ぬ。怖い。よく言われるわ。うるせえな猫。猫。波平だっけ？名前。波平じゃない。え、なんだっけ？なんだっけ？波平じゃなくて。あれですよ。うん。あれですよ。だからあの。難しい。さんがいつも読んでる。難しいやつだよな。貯金しそうになっちゃうやつだね。そう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 。波平じゃなくて、アナゴさんだっけ？なくて、うん？違うよ。うんさんだっけ？違うよ。まあなかなかね、なんかあれだわな。うん。あれだわな。あれだわな。何やってんのお前。え、あ、出撃したらいいんすか？いや、出撃しなくていいでしょ。よいしょ。あ、そっか。ゆきさん来てから。うん。まだかな。あ、この間にメッセージ遡ろう。
なんかこうあれだわな。なんかこうあれ。ちょっと今 LINE するね。はい。ピンポン。え、じゃあこういう場合はあれなんですか？ピーン。だから本当はなんかあの、うん、最近あ3月くらいになんかその自分でピーヨンとかをすかさず押せる、うん、なんかそういうデバイスが発売されるんだよ。あ、そうなんや。 それちょっと欲しいぐらいなんだよね。ピーっつって、そう、あ、ちょっと待ってっつって、うんうん、それちょっとね、密かに本当に欲しいんだよね今。なんだっけな。ピーピー。ああ、でもそうだな、手元で押せたら便利かもな。でしょ。うん、で面白いしね。え、でもそう、うん、それピーって、うん、あ、別で録音するってこと？え、いや、もうその場でできるんだよ。その場で、その場でできるけど、うん、音はどういう重ね方するんですか？下手したらだってピーっては言ってるけど、うん、ピーっていう音とミキサーに通したりするから大丈夫なんだよ。うんうん、なるほどね。そう、ブロードキャスティングに最適な、だからこう、うん、なんかあれ、サンプリングとかもできるんだって。だからもうちょっと今の部分サンプリングするわっつって。ああ、いっぱいカットするとこあって今回も大変そうだな。確かに、うん、もう我慢できないんだよね本当に。これでも結構高いんだよな。どれぐらいするんですか？3万ぐらいするんだよな。36,850、税込み39%。ああ、3月中旬予定って書いてあるから、うん、もうちょいや。どんぐらい使えるのかにもよるよね本当に、うんうん、確かに。また環境が変わるとさ、うん、なんか一個変えるだけでなんかいろいろ全部連動的に変えなきゃいけなくなったりするから、すっごい嫌なのよ。うんうん、嫌なのよ。うち嫌なのよね。うち嫌なのよ、うん、そういうの。え、うち嫌やねん。うち嫌やねん、そういうのほんまに嫌やねん。ほんま言うとくけど自分ほんま自分言うとくけど嫌やねん。嫌やねん。嫌や、嫌や。ちょっと今のうちにまたなんか会話メーターが出てきてるから、ちょっと会話しに行こうかな。会話メーター。うん、私多少会話した今の間に。でも今はね、うん、遡ってるんだ。は？ん？え、あの絵をさ探し出そうと思って。あ、なるほど。そうそう、サムネイルね。俺たちのサムネイルね。失われたサムネイルを求めてっていうミッションを今してるんですよ。そうだね、やって。ちょっとそれマジで、うん、それ大事なレリックだからさ。頼む。うんうん、確かにちょっとね、難易度がねハードだからね、ちょっとね大変なんですけどね。まあ、でもほんと、クソうぜえやつばっかだな、世の中って。まあね、まあ大体そういう話になりますね。うん。あれ？俺はね、あの、この世の中に対して怒りを持って生きてるから。うん。怒り。怒り。Can't blame yourself for this, Bryn. I absolutely can. ランボーみたいになろうか。ランボー。怒りのアフガンみたいな感じです。You made it look so doable, so possible. Bryn, I thought we could handle. ああ。眠いんだよね。うん。まあ。まあね、イガルズのあの卒業しちゃった金髪の子、俺すげえ好きだったの。アミやったっけ、うん、有名な人でしょ、うん、あの子好きだよ、うん、うん、イガルズ、なぜか別にアイドル好きじゃないのにイガルズだけはめっちゃハマってて、うん、あの
全部ツアーがその発表になった時点で、うん、あのお友達と一緒にあの全部の、うん、あの公演を申し込んで、すごいね、いくらすんのだってそんなの20〜30万すんじゃないの。あ、でもそんなに外れてばっかりやからそんなたくさんじゃないんちゃいます。外れもあるのね。そう取れないってこと前提で。そういう風に言われると俺あんまないな、そういうグループとかでなんかハマったみたいな。私もそこまではない。その人の中でいるのは知ってるけど、あゆのファンとかもそういう人いるじゃないですか。エグザイルとかな。あ、そうあの 全公演申し込むタイプの、うん、でまあまあそのそんなにそのツアー歌手イーガルズはどうか知らないけど、そのまあ知れてるから全あの47全部じゃないじゃないですか、都道府県、うんうん、やし、まあ、それで外れることもあるから全部の公演はいけへんから、うん、それでまあまあまあそのお金かかるけど何十万とかにはならんとか。でも旅費とかさ入れたらさ、あ、まあかかりますね、かかりますね、うん、それは聞くといいですね。それはどんぐらいかかるかなって聞いて、うん、ね、福井県、うん、なんかね、福井県はね、俺のドラムの生徒が一時期ね、うん、福井県に、うん、なんつうの、単身赴任じゃない、なんつうんだ、ああいうの、なんか福井県に行くことになって、うん、で彼女がいたんだけどさ、うん、で俺が、うんうん、ちょっと福井県で浮気とかしてきなよって言ったら本当にしちゃって、あらあら、彼女と別れてたな。うん、まあね、あの、あれでしょ、単身赴任、まあ単身赴任みたいなもんですよね、あの一時的に、うん、そうだね、なんて言うんだろうね、そういうの、その長ある程度の期間行くやつでしょ、うん、出張じゃなくて、うん、そのそこに一時的に住むやつでしょ。そう、うん、まあ単身赴任、まあでも独身は単身赴任って言わない。そうだよね、うん、初めから単身だもんね。うん、そう、なんて言うんだろうね、そういうの、なんて言うんだろう。ゆきさん全然任務終わんねえな。ハード任務だからハード任務だからとりあえず行くか、とりあえず行くか、とりあえず行くか。でもこれ行ってね、向こうがね、うん、割とすぐね、あ、すぐというか、うん、あの私らやってる途中で終わったっつってねあのすれ違いでね、喋るだけっていうね。そうだね、マーフィーの法則だね、マーフィーの法則。マーフィーの法則そういうやつあるんですか。あるよ、あの要は雨降りそうだけど降らないなと思って傘持ってったら降っちゃうとか、うん、ああ雨降りそうだからっつって傘持ってったら天気になっちゃうとか、ああ、ありますね、そういうのをマーフィーの法則って言うんだよ。スペカーさん博学ですねバカにしてんのお前違う、私その名前とかはなんか聞いたことあるような気がするけど、うんうん、いちいち覚えてない内容。ああ、そうだね、なんかそのなんつうんだろうね、なんだろうね、それ多分なんかね、朝の、うん、小学生ぐらいの時の朝のニュースでなんか見たんだよ、うん、でなんかたまにあれマーフィーの法則ってなんだっけなと思って調べたりしてたんだよね。あ、なんかそういうのがあるんだって、そのなんかこう、うん、まあ、世の常だよね、だからね、まあ、世の中マーフィーの法則だらけだよね。マーフィーの法則、うん、俺もなんかそういう辻野の法則みたいなの作ろうかな、うん、だからまあ俺多分宗教作った方が早いんだよね。うん、早い。有名っていう意味、有名と金っていうことで言うとやっぱ宗教だろうな。うん、だ、偉い店長とかそうだもんね。うん、知ってる、偉い店長。確かに、え、偉い店長、うん、っていう人がいるんですか。うん、偉店っつって、なんかその最近知らない、 YouTube とかでバズったりしててさ、うん、でなんつうの、うん、こうなんだっけ、しょぼい企業の作り方みたいな本とかめちゃくちゃ売れてるんだけどさ、その人、うん、うん、でその人はもともと何か宗教家だったんだよね。へえ。で何つうの、こうまあ相当何つうの、会社で追い込まれてた時に何か幻聴みたいなのを聞いちゃって、うん、でそれが神の啓示だと思って何、うん、つうの、うん、自分はその
神の言葉を聞けるっつって宗教を作ったんだよね。うん。でしたら、まあ、今思うとあれは幻聴だったっつって、うん、なんつうので宗教もまあ大してそんなに盛り上がらなかったんだよね。うん、でだけどなんだっけな、なんかなんとかっていうバーを作ってエデンだったかな。うん。でなんかまあまあ流行ってんだよその人が今、偉い店長っつって。うん、でよくなんか YouTube とかで、うんうん、そのなんつうのやばい宗教のなんだっけなランキングみたいな感じで、うん、結構なんつうのいかついところついたりしてる人でさ、うん、みんながさ、まあ、殺されないようにしてくださいみたいなさコメントとか書いちゃう、うん、書いちゃうぐらい、まあ、結構なんつうのバズってる人なんだけどね、うん、その人がまあ偉い店長っていう人で、うん、だ俺は偉い人間として、偉い人間、ああ偉人として、偉人、偉人としてね、偉人、もしくはエロい、うん、エロい人間エロ人、うん、まあちょっと行くかとりあえず。そうですね。これかな。招待が届きました。このとりあえずちょっと今度ちょっと。ハードでやってみよう。ハードで、ハードハード行っちゃう。俺もう出撃しちゃうよ。出撃しちゃうの？うん、あれどれだ、警官さんから来てるやつどれだ、もう一回送る、ちょっと待って、あ、招待が届きましたって書いてるやつ、あれ、お知らせで、なんかする、準備、あら、なんか来た、なんか来た、あ、あ、ゆきさん来たかも。え、マジで、マフィーボイチャ入りますって。あーマジか、ちょっと、あ、おーすげえ、何、あーちょっと待って、出撃、あ、戻れた、出撃キャンセル、あ、参加しました、あーちょっと待って、ゆきさん、ちょっと待って、ゆきさん、あれ、あ、もしも、あ、どうもこんにちは、あ、はじめまして、はじめまして、どうもです、よろしくお願いします。ちょっと、リッピンドツ、ちょっと早く、リッピンドツ早く、ちょっと、あ、俺か、あ、ちょっと待って、これどうすればいいのこれ、あー、ちょっと、これ何これ、これさ、四角ボタンを押し続けてないと、あ、キャンセル、あ、キャンセルできない、これ、あ、あ、いった、あ、できた、あーっと、なんだこれ、いい、なんだこれ、待機中になってる、石、何、誰から、これ誰かから俺、フレンド登録今来たけど、これ誰、あ、俺です、あ、ゆうきさんね、これ、はい、ちょっと待ってね、はい、今ね、今マフィーの法則が発動してて、ゆうきさん戻ってくるまでも待ってたけど、あ、やっぱりもう一回やっとくかって やろうとして出撃する瞬間に今来たから、 あ待って、はい、キャンセルって今やってるんですっていう状態、やっていただいていいっすよ、いや全然今ねキャンセルできたから大丈夫、まあ、ちょっと待ってね、じゃあちょっと今からねフレンドあれ送るか、招待するからちょっと待っててくださいね、はい、デカンさんがちょっとちゃんと知ってるモードになった、うるせえんだよちゃんと、え、あ、ちゃんとしてない、いや、うるせえんだようるせえぞ、え、なんでちょっと待ってね、はい、じゃあ今からね、はい、ちょっとゆうきさんをね呼ぶからね、ゆうきさんはこの、これなんて読むのこれ、レクシャクシャヒフエみたいななんて読むのこれ、これなんですよ、
ツイッターのアカウントを逆にしただけなんですけど。あ、本当だ。そう、これでやられると思わなくて。なるほどね。今ね、ゆうきさん俺誘ったからね。はい、あ、来た来た来た。わお。え、じゃあ何、これで準備 OK にしたらいいの？そうだね、準備 OK にして。した？はい、じゃあ行きますぜ。はい。あ、ファッキンシット、マダファッカー。通常モードだ。これ、もうこれももう、編集だから。ゆうきさんさ、ボイチャさ、もうちょいでかくなったりする？あ、後でいいよ、後でいいよ。リッピンドツの声がね、バカでかいからさ。え、私のせい？どうでしょう。もうちょい、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 もうちょい。もういいよ、あ、遠慮なくガンガン上げちゃっていいよ。はい。あ、もうちょい、もうちょいね、もうちょい。どうでしょう。あ、いいね、いいね。いいよ、脱いじゃおう。いいよ。脱ごう、もう脱ごう。じゃあ、これで、うん。もう脱いじゃおう、脱いじゃおう、脱いじゃおう。ちょ、ごめんね、俺は本当にちょっとまあまあ頭おかしい人だっていう扱いで、はい、そういうつもりでいて、あの、うん、私もおかしいんで大丈夫ですか？ OKOK、 はい。っていうことでね、ちょっと新しいメンバーが今このね、どうもどうも初めまして、この動画にね、はい、お願いします。食い込んできたからね。食い込んできた。新しい仲間。これもだからそのうち本当にもう5000人ぐらいのさ、うん、スペカン動画5000人ぐらいの仲間でやっていきたいんで俺。え、スペカンさん、この赤と青のやつ？それがゆうきさんだね。あ、ゆうきさんじゃねえか。ゆうきさんじゃない、知らない人だったね。そうです、知らねえザゴだな、こいつな。ゆうきさんはスパイダーマンだから。どういうこと、うん、カラーが、うん、って言われちゃう、いる、うん、見たから、ね、うん、そう。あー、なに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 、おー、ちょっと、おー、マジで、あー、死んだ、なにこれ、あ、死んだ死んだ死んだ、早くない？え？ねえ、ちょっと俺死んだよ、どういうこと、行きます。なんで死んねん、俺マジで、リッピンドッツじゃあるまいし。え？ありがとうございます。はぁ？何これ？これがハードの厳しさってこと？マジで。あ、ハードでやったんですか？そう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 。死んじゃうかも、じゃあ。死んじゃうかも。え、ゆくまで。ハードはエグいですよ。これハード結構や、厳しい感じなんだ。ハード、俺メインストーリー全部ハードでやってるんですけど。もう無理っすね。あー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 、やばい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 、なんかいる、あー、いる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 、みたいな。あ、え、もう死ぬじゃん、もう死ぬじゃん、そうだったよ、死んだ、死んだ、死んだ、うん、よかった、俺だけじゃないんだ、俺だけじゃ、え、それはで、母さんが死ぬなら私も死ぬでしょ、さらに弱いんだから。お母さん、ありがとう。ちょっとすげーえぐいな、ハード。え、こんな、うん、こんな違うの、ノーマルとハードさ、ちょっとすごくない？うん、私何もしちゃダメと思う。どうしよう。え、だってもう何もしてないのに。あ、えぐいな、これ。なんか強いな。隠れとこうかなぐらいの気持ちがある。強いね、確かに、本当にこれは強いっすね、強いね、シグネス。ていうか別に俺もあんまりあれなんだよな、これ全然上手じゃないからね。いや、楽しくやれればいいんですよ。そうだよね、でも俺プロゲーマー目指してるんだ。マジっすか。42歳でプロゲーマー目指してるんだ。いや、全然遅くないと思う。遅くないかな、いけるかな。遅くないです。今ね、ちょっとね、
もうそろそろなんかフィンガードラムのね、はい、限界をちょっとね、はい、感じてきてて。あら、そうなんですか。そうなんだよ。なんかあんなクソみたいなことやっててもね、何もならねえなってちょっと最近思い始めてきてさ。クソみたいなことにお金払ってる人はどう思うんですかね、うん、確かにね、そうだね、バカなんじゃないだから。騙されて、ま、今あの総力のことも否定してるからいいんだよ、いいんだよ、うるせえんだよ。それで、でだからなんかまあそのやっぱさ、なんつうの、まあフィンガードラムってさ、まだなんかちょっとこう認知全然されないじゃないですか。だからちょっとやっぱ有名にならないと、まずはね、何かしらでさ。なるほど。でやっぱプロ、そうそう、やっぱプロゲーマーじゃねえかなと思って、いろんな人に大丈夫ですかって言われてんだけど、でもやっぱそういうのがね、なんか大事だなと思って、ね、ちょっともうプロ、スマブラ、スマブラでエボリューションとか出ようかなと思って。あ、ぜひエボで、エボに。そうそう、でエボ行ってラスベガスでついでにフィンガードラムすれば、ついでに、そう、バズりそうでしょ。かっこいいな。フィンガードラムはついで、そう、フィンガードラムはついでで、お前らほんとついでにやってる俺に負けてるぜっていうスタンスでね。それは、うん、それはやりたいかもしれないけど、そう、こう人をイラつかせる天才だからさ。まあまあ硬いね、やっぱ敵もね。硬いんですよ。死ぬじゃんか。死んだらどうしてくれるの？どうなってんの？ちょっと待って、すぐ死ぬじゃん。そんなもうすぐ死ぬじゃん、もうやめて。本当に。やば。やば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 。私は崖に隠れた。やばい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 。おやばい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 。狙い撃ち度すげえな。どんどん当たって当たるな。ムカつく。ムカつく。何？なんだよこれ。あ、ちょっと知らないやつ死んじゃってんじゃん。知らないやつ。あー、マジか。本当だ、本当だ、ゆきさんも死んでいる。どこ？さすが。てかさ、何でしたっけ、助け隊じゃなくて、なんかって、中央前、前私のことをなめっちゃ10回ぐらい助けてくれた時に、救護隊だから。あ、救護、救護隊ね、救護部隊ね。救護部隊。このセンチネル邪魔だな。センチネル。なんかめっちゃ数いるやんか。もうね、明らかに。
確かに、まあ確かにハードはでもなんかまああれだね、強いけどやりがいはあるね、なんかね。うん、そうですね、倒すには倒せるから楽だ。そうだね、うん、この間のなんだっけ、あの白石技みたいな名前のやつがあったっけ、ストロングボール。あ、そう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 それずっと言ってるな。そうとか、ほう、だって覚えられないんだもん。あ、やばいやばいやばい、やばい、やばいな、もういちいち、味方の区別が一瞬つかないっていう。うん、それちょっとわかるわ。見た目的には似てるもん。すると喋らんとなってしまう、うん、ちょっとね、ちょっとね、ちょっと動画的にはね、ちょっとダメだな、そんな。え、でも気抜くと死ぬからさ。うん、確かに。だからあんまりアホなことを言ってられる場合だな。上に乗った、上からみんなに見下ろす感じ。終わった、落ちた、落ちたー。なんとかかんとか、アスターズ。ん？ここに行ったらいいの？またいっぱいじゃん、ビビ。めっちゃいるじゃん。ちょっと待ってよ。ピアを取れてない。死ぬ死ぬ死ぬ、あー、アクト、あー、あー、死んだか。うん、死んでない。死ぬ、この私さ、最近あの死ぬそうで死なないっていう感じでやってるから死んでて、ギリギリのとこでこうぴょんぴょん飛んだりとかして。なんだよ、うるせえな、救急車。救急車、うん、救急車がなんか、救急車がお前をさ、迎えに来て。え、来てる、私、うん、来てるの。え、倒したっぽい。倒した。わー、わーい、わーい。わーい。わーい。はい、何この人のくちばしみたいな。終わった？任務完了。終わった。何これ？すごい拷問みたいなことになってるけど。どういうこと？え、なんかここにね、すげえね、うん、あの人のくちばしみたいなのが。ああ。ひどい。これいつクリアできんの？わかんない、長いのかな。うん、俺今ちょうどクリアしてきました。あ、マジか。え、はい、全部？全部。え、すごっ。え、全部というかメインを一通り。なるほどなるほど。までやりました。
え、もうガチのゲーマーじゃないですかそれ。あ、でもねそんなに長くないっすよ。もうちょいやれば多分終わるんじゃないですかね。皆さんもあ、やっぱハードでやるといっぱい入ってくるなね。うん、あとステガーさんのあのあれ何なんかの向かのステガーさんっぽい黄色いのでしょ。なんか マッキーの感じ。なんかマッキーで塗ったみたいな感じ色してるよね。なんかな。え、じゃあ何、じゃあ次はあれか。じゃあグランドマスターか。ちょっとやってみよう。グランドマスター。うん、グランドマスター。ちょっとやってみよう。わかりました。まあさ、最悪さ、もうこう、あ、これもう無理だなと思ったら途中でやめよう。うん。なんだっけ。あ、出撃しなきゃいけないね。でも結構アンセム面白いよね。面白いですね。ね、本当楽しいです。なんかこう未来型モンハンみたいなさ、うん、あー確かに。もうちょっとね、なんかな、側をなんか変更できたりさ、選べたりしたらさ、いいよね。惜しいよね。そうですね。もう完全にデスティニーだもんね。あー、そうかも。ちょっと待ってね。はい。あ、これもでもみんなあれか、呼んである状態なのか。どうなんや。私工房にいるよ。工房に行くぞ。えい。ああそうだ、ちょっと難易度をね、グランドマスター1にして。グランドマスター1。あ、ダメだこれ、パイロットレベル30で解除って書いてあるから。めっちゃ先やん、そんなん。つうことはやっぱハードだね。ハードで行くしかないね。ハード。この労働時間がちょっと長め。そうだね、労働長いよね、なんかね。まあ仕方ないんでしょうけども。あなた待ちですってなってる。え、はい、やった。うん、少々待ちを。はいっす。あともう一人仲間がいればあれか、うん、常にね、4人でやれんだね、うん、仲間。はい、じ、行くぞ。行くぞ。はい。でも4人とかになったら会話成立するかどうか心配、うん、いや、いいんじゃない、もうそれぞれが適当にベラベラ喋ってれば。俺がうるせえっつって切れるっていう、まあそういう動画だよな。でもそんなステカーさんにうるせえって言われるほどうるさくできるかどうかわかんない。確かに結構喋んなくなるよね。当たり前だけど。うん、そう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 。でゲームがさ、つまんなければさ、いっぱい喋るんだけどさ、うん、割と面白いじゃん。うん、うん、確かに。だから結局喋るのに集中したらゲームしないっていう感じなんですね。うん、確かに。チャット喋ってるだけって。そうなんだよな。で、そう、街をうろちょろしてるだけみたいな。そしたらチャットゲームしてる方がいいよね。だから長い。なんだよ、またこいつよ。次コロサスにしようかな。どっかな。なんかいっぱい鳥、この鳥みたいなやつ俺すっげえ嫌いなんだよな。鳥？ワイバーン、ワイバーン嫌いなんで俺。ワイ
さん。あー、なぜこのオーバーヒートって治らないの。いや治るでしょ。じゃあなんか、うん、教えてもらったんだけど、うん、あのこうやったらオーバーヒートしちゃうから、うん、あのしないように塗って教えてもらったのに、うん、できないんだよね。それはまあちょっと頭の問題だからしょうがないな、はい、あーしょうがないなしょうがないなしょうがないでしょ、まあ、それは来世頑張ろうそうだな。あでも来世自分ごときに来世があると思っちゃいけない。あそう、うん、てか来世人間に生まれ変われるって思ってるのはちょっと傲慢かなって気分で、うん、まあな、うん、ゴキブリだったら嫌だな。うん、私は微生物とかかもしれない。微生物ぐらいだったらまあでもいいじゃん、可愛いもんだよ、嫌われないし、うん、嫌われないし。あ、まあ存在をね知られないかもしれない。うん、あれ、アルカニスト。アルカニスト？え、もう見つかってんじゃん。They found some Strider remains. No Arcanists. Let's start the search.ゴミあさりの痕跡。みんな早くない？そう、みんなね、なんかね、すごいんだよね。天才的な速度だよね。ね、私実生活でも集団行動したらなんか自分だけちょっとワンテンポ遅れててみたいなことよくある。ああ、またオーバーヒートした。ね、なんでそんなにバカなのマジで。あ、やばいやばいやばい、死ぬ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 、怖い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 、高いとこだからもう終わってんだね。なんだよ、でも敵いっぱいいる。やばいやばいやばい、みんなどこ、風強い、多分向こうなんだ。風強いからそっちに行けないときはどうしたらいや頑張って飛べよ。飛んでるんだけど煽られるの。煽られないよ、それ飛び上に行き過ぎなんじゃないか、それそうなのかな、うん、でもなんかしか紋章みたいなやつ手に入れた、手に入れたっていうかあるかな、しか紋章みたいな、あれは何なの、モーションみたいな。何なんだろうね。うん。でもみんなのためになるんでしょ。みんなのためっていうか自分のためじゃないか。あ、自分のためですか。うん、あ、じゃあ私は現状誰の役にも立っていない。現状ね。うん。今ね、今、うん、今回のミッションでね、うん。だってどこ行ったらいいか分かんない。まあ、そういうこともあるよ。うん、そういうことある。うん、苦手な地形とかね。これさ、レベル上がると攻撃力とか上がんの？レベルというよりは、なんか武器モッド関係か。そうですね、モッドとか武器で装備依存ってこと？じゃあ、うん、そんな気がします。だレベルが上がるとなんか装備できるものが増えたりするってことか。そうですね、強いのが出るようになる。We will.
私はみんなのところに未だに行けなすぎて、ミッションエリア外に出たから、うん、あのワープするから。うん、いいよ。必殺技だからな、それな。そうそうそう。だってね、上に飛ぼうとしたら風に煽られてる。じゃだからそういう上に行きすぎなんだって。でも明らかに崖越えたところにあるんですよ。みんなは言うんです。じゃあ変な穴みたいなとこ入るんだよ。穴がどっかわかんなかったの。そういう時よくあるの。どこ？うんうんうん。みんなのとこ行ってないじゃん。何だこれ。コロッサスいいね。もう盾持って走り回ってるだけだもんね、コロッサスに。あ、でもそのステッカーさんが言ってることこの間分かりました。そう、あれすげえ楽ちんなんだよ。よくついた。なんかやっぱあれだな、安定してないね、なんかネット。うん、してない。ちょっとなんか突然的に消えたりするもんね。あー、バグが多いってそういうこと？まあそれはバグってわけじゃないんだよな。したら他は消えるみたいな。あー、右上に出てくるなんとかを排除しろみたいなのをやるともう終わりみたいな。でもなんか一回一人でやってる時になんかあの雑魚敵を倒しても倒しても雑魚敵が無限の状態でなんかあれこれ基礎練かなって。そう、基礎練かな、うん、基礎練ではないね、練習ではないね。でもまあ基礎練っぽいよな、そのずっと無限で出てくるからな。そう小一時間ずーっと倒してなんか敵多すぎて、あの洞窟の影みたいなところに隠れて、うん、撃ってたんですけど、うん、全然出れないから進めないから、もうずっと敵減らないし。やっとみんなに会えたよ。うん、会えてるって。シルエットが見えた。いたー。感動の再会。敵かと思ったらユキさんだった。撃っちゃった。でも撃っても味方撃ってもダメージない。そうだね。味方撃ってダメージ、このゲームであったら結構きついね。結構きつい。あ、めっちゃなんだろう、下手っぴがあったなりそう。私なんかめっちゃ撃ちましたよ。やばいね。
やばい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 。やばい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 。出たよ、もう何なんだよ、強すぎだろこれ。クソが。うわ。やばい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 。白黒だ、視界が白黒だ。そうだね。これで敵も強くて倒せなかったら死んでる。これ何なの、これバリア、これシールド、うん、かな。この LR 同時押しストームの LR 同時押しとかで、あ、シールドです、シールドか。だってリッピンドッツさん LR 同時押しとかしたことないでしょ。ないしましょうなんかその LR 同時押しするとなんかあれだよね、特殊技みたいなできんだよね。そうですね。え、私あの方向キーの上押したら、それは必殺技みたいなもんだ、うん、あーそっか、うん、また違うやつね。また違うやつがあるね。うん、ただ私14歳だから分かんないことがいっぱいある。そうだな、まだ中2だからなそうそう、あ、15歳になった今。さあ、やっぱハードにするとめっちゃ溜まりますね。そう、あとまあレア武器が増えるね。うんうん、もうこのまま行くぞ。このまま行くの、攻防に行っちゃった。あ、間違えて、シュこの出撃ハンガーは何なの。ハンガー、うん、これロビー言ってしまえばロビーみたいなもんなの。ああ、そうですそうです、多分。あれか、まあ要はそのストーリーとか関係なくババッと行きたい人向けっていうことか。あ、そうですね、ね、そうだよね。なるほど、なるほど。めっちゃすぐ、おう、ちょっと次ラストで、はい、出かけなきゃいけない。あれ、じゃあこの3倍の脅威ってやつにね。あ、すごい。モッドをいっぱい装備できるようになってる。うん。レベルが上がったら。装備後だよ、もう。行くぞ、行くぞ、行くぞ。はい、はい。今、労働中だから待ってください。急げ、急げ。白いプレステ4だからだよ。労働が遅いの。よし。え、何だったらいいんですか？プレステ4プロ。プロ？うん。ああ、はい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 。なるほどなるほど。まあ、別に大して変わんないけど。変わんないの？そんなに変わんないね。プレステ4プロもプレステ4も。値段が変わるぐらいじゃない？うん。
難易度イージーになってるけどいいんですか？あ、ハードだよ。次キャンセル？ん？いや、ハードにしてあるよ。ハードにしてある？うん、あ、いいのか。うん。殺すさすクソつまんねえからな。あんなに殺すさすにしたかったのに。強いのは強いんですよね。うん、まあそうね、あの盾で突撃するのが楽しいっていうくらいかな、うん、でもゲームじゃないみたいな、うん、まだあのガトリングガンみたいなのがめちゃくちゃ気持ちいいぐらいかな。あ、はい、と何でしたっけ、コロッサスとインターセプターとストームともう一個はレンジャーだね。それわかんない。レンジャーはあのなんつうの、一番アイアンマンっぽいやつだよ。アイアンマンっぽいやつ一番最初に、うん、なんつうの、うん、来てたでしょ、チュートリアルの時に のがレンジャー。そうそう、あのバッタみたいなやつ。ああ、今回の目標は迷子にならないっていうことですね。そうだ、それ大事だ。うん、やっぱり穴に入ったり建物に入ったりするやつはちょっと迷子になったりするんで。なるほど。そう、あ、今ね、あ、もう言わないでいいか。バレへんかな、バレへんこといちいち言わんでもいいな。あれ違う違う。あ、俺が激突しちゃった。激突いっぱいしてる。あの、いつもこの崖のとこ苦手、今越えられない。ほら、だって上に来すぎなのは分かるけど、うん、途中のとこがどこか分からん。はい、違う。こんな上ではないと。Dominion. I should have guessed. I've heard they possess a device that can overwhelm shaper constructs. This strange box. Could we use it? You'd have to know how to activate it. There's a Dominion camp close by. 話が長いんだよ。話長い。話長いし、私はたどり着けない。今どこにいるのお前。全然違うとこに。変なところだ。そう。だってどこにみんながいるかわかんないもん。あ、この山ってあの穴のとこか。いたぞ。多分。ここだな。あ、いたいた。いっぱい敵がいる。あ、名前焼けだ。ん？あ、死ぬ。あ、死ぬ。死んだ死んだ一体どうやって「あっ」って言った、その「あ」は私が死んだことに対する「あ」かな。あ、ごめんなさい、ありがとう。やばい、お前のせいで俺が死ぬ。あ、マジでそれはすいません。あの、全国のステカンファンの皆さんごめんなさい、申し訳ない。いないから大丈夫だけど。そんなことないでしょう、いるでしょ、いっぱい。それがね、残念ながらね、ファンらしき人はいないんだよ。いないの、うん、あ、やばいな、これもう。なんやねん。なんやねん。
味方かと思ったよ。ああ、そういうの大事ですよね。味方に化けてこう攻撃するみたいな。そうだな。あれ。やばい、もう無謀になる、敵多すぎて無謀になる。うん、分かる。声高が、声高を心配するよ。まあ、しゃべる余裕が、まあ、それだいたい敵がどこにいるかよくわかんない、このゲーム。うん、わかんない。見失うよ。見失う。でも、いっぱいバーに赤い点々があるからやばいって思ったり。死にかけてる。あ、ギリ頭を打たずに済んだ。すごい。まだそこかよ。だって、ていうか穴が見えづらい。まあ確かにね。看板とか立ててほしい。穴。だから一応このなんかさ、青いさ道しるべみたいなやつをたどればいいだけだからさ。でもたどってるって、うん、なんか穴が見えないから壁に激突するんですよ、うん、越えるのかなどこかなって上にめっちゃ飛ぼうとしたら風に煽られるし、うん、マップ見るとなんかそんなに煽られることあるないけどな。え、めっちゃ上飛ぶから。え、この崖越えないといけないのかなと思って。じゃあだからそれ本当煽られてるときはもうそれ以上いけませんよって意味だから。あ、
あ、そうか。うん。わかった？わかった。これから気をつける。そうだな。本当にバカな子だからな。ゲーム実況、実況じゃない。ゲーム雑談動画ではバカな子のキャラをやり。そこはカットするから。え、なんでなんでなんで。そうなんですよ。本当はバカじゃないんですよ、ブルンじゃないっていう。え、違う違う、おバカキャラの定番でした。そういうのは許さない。なんで？許さないの？うん、あった。やばい、死ぬ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 。なんなの、本当に。え、なになになに。めっちゃおるやん。まあまあ敵いるな。何何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 ちょっとこいつなんで凍ってんのに動いてんだよ。死んじゃうっつうの。シグネットとか。撃とうと思ったスカーさんだったけん。ダメだ、無言すぎる。うん、まあまああれだからね、楽しいからね。うん、無言雑談になって。無言雑談って何？無言雑談っていうのは、まあ喋ってないってことだね。思ってる、思ってるってことだね。なるほど。今回の見どころは、私が穴を見つけられないのでみんなのところに行けないっていうこと。一回ここ来んのよ。ここどこ？あ、これか、ここか。はい。マップがいつも同じやから、まだ慣れたら覚えれます。確かに。マニフォールドって何？なんだろうな。
but is protected by some kind of barrier. It's linked to the entire Shaper structure. For some purpose. You must break the link. 特殊な言葉を使いすぎてよくわからない。おお、なんだ？なんかみんな優秀すぎてさっさとやってくるからサクサク進む。これ何なのこれ？何なんなわけこれ？分かんない。バリア。なんかこう一致させなきゃいけないシリーズこれ。ああ。俺がだってさ、せっかくさ押したやつをさ、生焼けが押し直したからね今さっき。嘘だ。本当本当本当。普通にやられたかな。え、何これ？何なんだよ、もうわかんねえな。あ、ほんまや、ほんまや。でしょ？あ、ほんとだ、謎解き系だ。一回押せばいいんじゃない？そうなんだ、なんかこう一致させる系じゃねえか、なんかに。うん、確かに。全部同じ色？何にしたらいいんだろうね。これどうやってヒントを得るんだろうね。どっかに書いてないですよね。ヒントはどこ？なんかないな。ない。青くすればいいのかな、とりあえず。とりあえず青くしてみようか。なんかあの変な祭壇みたいなところで光ってるのが青いからさ。ああ、なるほど。今3つ青です。もうダメっすね。マジか。なんだよ、もう絶対わかんないじゃんね、これね。なんかどっかに書いてないな。ヒントがねえんだよ。あれかな、ちょっと下の階とかに行ったらわかんのかな。あっ、何？違った違った。アルカニストの忠誠が上がっただけだった。ああ、何これ、下にはなんかないな。そういうないの。だって果たしてさ、同じ色なのかどうかもわかんないもんね。なんかわかんないですね。どっかに書いてる。あ、わかった。なんかね、バリアのね、ちょい手前っていうか真ん中寄りのところに、ははマーク書いてる。あ、いけてる、いけてる。すげえじゃん。すげえじゃん、お前。違う、私何もしてない。わかったって言ったら誰かがやってくれた。これ、クリアじゃね、これ。クリア。よくやった。あ、なんかよくわかんないうちに終わった。よくわかんないけど終わった。終わった。私は最後で壁に頭をつけた。じゃあまあちょいちょいちょっとね、ゆうきさんね、これからもよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。声イケメンだね、声。そうですか、初めて言われました。いや、それ結構イケボイスだよ。イケボイス、イケボイケボイス、こう、なんつうの、こう。いやでも結構イケボイスだよね。分かる、言わんとしてること分かる。うん、ちょっと分かんないので。いや結構ね、なんか最近のそのイケメンボイスの人ね、結城さん系の感じなんだよね。そう言われるのが最近の動向。イケボ動向はそんな感じなんですか。そうだよ、そんな感じだよ。だちょっともう結構かっこつけていけばもうすぐバカな女たちが。アンチ増えないですかね。増えない増えない。てかも
しれっと私のあのあれだけど、ゆうきさんにはいいんだけど、あの動画でするとき私の本名カットしてくださいね。まあ大丈夫、基本的に俺実名関係全部カットしてるから。うん、頑張ってください、編集頑張ってください。いっぱい、うん、今回もいっぱい言ってるからいっぱいカットしないと。そうね、3時間ぐらいかかるんだよね大変ですね。そう、バカみたいな、なんか何やってんだろうってなるから、本当に編集してる間じゃあそんな感じでみんなお疲れ、はい、ありがとう。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあねー。はーい。